はいえー、では55番目平成15年物件変動からの問題ですね、えー、では早速やってみましょうはいえー、正解値に関しましてはこれは丸。 というねことになります。えー、この A さんね、ね自分の土地、ま今、あ、高土地をですね、まあ、B に売りましたということなんですけども、また B さんね、この所有権、移転登記、を行っていません。で、その状態で、今度は A と C がですね、まあ、通報して高地を A から C に仮想譲渡と。さあ、この通報してね、高地を A から C に仮想譲渡ということで、さあ、これはいわゆる意思表示のね、えー、通報虚偽表示なんてところがありましたね、えー。その部分からの問題ということになります。 でまあ、通報虚偽表示に関しましては、ね、これは無効ですよね、えー。無効ということになります。まあ、ですから、これ解説見ていただきますけども、この AC 間の譲渡、ね、これはまあ仮想譲渡ということで、まあ、通報虚偽表示になり、これ無効ということになります。まあ、ですから、本来、ね、この C さんは権利を取得することができません。 ですから無権利者ということなのでこの A から譲渡を受けた B は登記なくして、ね、C に所有権を主張することができますつまり B さんはと C さんは対抗関係には立たないとですから登、ね、記なくして C に対してこの所有権を主張することができるということになってくるわけですねでは以上です。